選手とそうでない選手は本当に違いますね、はい、得点が出まして 9.00 です。小西の得点は 9.00。 さて今度は森末ですか。はい、森末ですね、はい、2班の演技をご覧いただきましょう。森末、今日は鉄棒で最後の意地を見せましたけれども、前方宙返りの連続です。先ほど鉄棒は 9.70 でした。抱え込んでのダブルフィニッシュ。よく頑張りましたけどね。技術的に見ましてですね、はい、オリンピック当時と今の今日のね、はい、演技をご覧になってどうですか。森末選手ですか、はい、そうですね、やっぱりトレーニングにもちょっとこう隙があったんじゃないかなという気はしますね。あ、しかし思い切って意外と気持ちの中でオリンピックの予選の時よりは気分は楽だと、はい、いうことは本人言ってましたね。まあ、この人は今もそうですけれども非常にこう朗らかなムード、楽しく演技しているというムードのーティームメイトを持っていく選手ですね。そうですね、まあ、それだけに素晴らしい選手だと思います。まあ、今回もう少しもう一つこの攻める体操をやっていたら、まあ、結果論ですけどもね、あれほどちょっとミスはしてこなかったと思うんですけども、はい、まあ、あん馬でのミスとかですね、平行棒でのミスがやはりきついですね。最後の後方抱え込み2回宙返りのところですね。この引き上げてからもう膝にタックルして引っ張るところのうまさですね。彼独特の技術を持っています。今日の森末はあん馬が 8.50、 そしてつり輪も8点台、跳馬が 9.35、 平行棒も 8.80、 そして鉄棒が 9.70 でした。